モンマテリアル、マテリアルの高田頃です。よろしくお願いします。はい、ということで今日はメリークリスマースって言うと、まあまあまあ言うてもね、イブイブなんでね、あの明日と明後日がね本番なので、はい、今日はまあイブイブなんで、まあ、ちょっと帽子でちょっとねごまかしてるぐらいで、他は特にあのクリスマスっぽいことは全くないんですけども、はい、ということで、今日は、12月の23日でございます。はい、23日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんです。はい、今日は東京タワー完成の日です。東京タワー完成の日、はい、1958年、昭和33年の12月23日、東京芝公園に東京タワーが完成し、観光式が行われました。この日は東京タワーの日ともされています。高さ333メートル、海抜高351メートルで、フランスパリのエッフェル塔の312メートルより21メートル高く、世界一の高さの建造物となりました。東京タワーの正式名称は日本電波塔で、東京のシンボル、観光名所となっています。自立式、鉄塔としては2012年2月29日に完成した東京スカイツリーに抜かれるまで日本一の高さでありました。そうですね、そうですね。だから行ったことある？東京タワー。東京タワーあります、あります。登ったことはない。あ、俺もないか、ないか、あったかな。登りました。俺もないのよ。下まで行って、下までは行った。そうそうそう下までは行ってんけど、中入ってない、うん、で、下からこうやって見上げて写真撮るみたいなのはやってんねんけど、うん、東京タワー登ったかな、ちょっと覚えてない。あ、登ったわ。登った、うん、登った。東京タワーは登った、一回だけ。まだ俺、登ってはないのよ、ね。通天閣は、通天閣通天閣はない。で、あれ、阿部のハルカスも登った、登ってる。結構上まで、そうそうそう、だから中まで、なんかほら、大阪以外から来た人を案内して、あれやっぱね、一番上まで登ると、まあ、東京タワーでもね、うん、300メートルあるから、うん、展望台の位置は300メートルじゃないけど、うん、まあまあ高いじゃないですか。で、あの位置から下見下ろしたらすごい、やっぱり下がね、うん、もうなんか豆粒どころか、ね、米粒ぐらいやんか、うん、車で米粒 で、ね、なんか人間ごま塩ぐらいな感じだった。で、こう降りてきたら、うん、あそこから降りてきたら、なんかすごい足が重たい感じるっていうか、重力がすごい感じるっていう、うん、なんかすごい体験があるから、俺いつも連れてくるんだ。あそこはね、阿部のハルカスは300メートルあるから、展望室で、うん、あれだから、やっぱあれぐらいの高さだったら見るといろいろね、見方変わる。東京タワーのね、下がガラス張りの、はい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 、下真下が見える、うん、そこ立つみたいな。阿部の方かしら。そっか。なんで？あれ怖い。俺当初恐怖症やからあれあかんの。まあまあ遥かさはいいんですけど、そう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 、東京ね、タワーね。いまだにやっぱりでも東京というか東京タワーってみんな思っちゃうよね、うん、スカイツリーもまあそうなんだけど、下まで行きましたね、うん、そうそう、スカイツリーも空町って、うん、下、スカイツリーを見たくないです、ね、あ、本当に、うん、まあ、スカイツリー、そうそうそう、お仕上げね、はいはい、はい、もう一つ、はい、テレホンカードの日です。どう、はい、1982年昭和57年の12月23日、日本電信電話会社、今のね NTT によって、東京築谷橋、築谷橋公園に、電気テレホンカードの対応の公衆電話の第1号機が設置されました。また同月にテレホンカードが同社により発行発売が開始されました。はい、これを始まりとしてテレホンカード対応の公衆電話は首都圏から設置が進められ、全国に普及していきました。もう今やね。駅とかにあった場所ももうなんか撤去されて、ね、なんかよくわからないスペースになってて、物置いたり、ね、座ったりするやつみたいな、いう感じになってますけど、うん、出た当時はやっぱりね、うん、すごいエポックメイキングとか、僕もめっちゃお世話になりましたよ、うん、テレホンカード、うん、多分その時めちゃめちゃ画期的やったんですよね。いや画期的、彼女に電話かけるとかね、いろんなんで、家でかけずに外で電話するとか、うん、
絶対必要やった。そう、ね、で小銭がなかったらどうしようと思って、あ、100円玉しかないわ、どうしよう、100円やったら落ち着いてくれへんからなとか思って、10円にしたりとかして。でも俺、勉強できないやったら100円入れたらすぐだ。いや、なんかそれもなんかね、エモいですね。今全く関係ないけどね。かけ放題ですからね。なんかそんな感じになってますけど、はい、ね、はい、となっております。はい、はい、はい、ということで、俺一個オープニングで言うの忘れてたけど、今日はもともとはね、上皇様の、誕生日、ね、だから元々は天皇誕生日だったんですけど、はい、上皇様がおられたんで、うん、天皇誕生日は今2月23日やってますけどね、はい、元々は上皇様の誕生日でした。上皇様おめでとうございます。はい、はい、ということでですね、次、今日はですね、このプレゼンありかなしかなんですけど、はい、今日ね、めっちゃ元気な感じなんですよ。めちゃめちゃ元気、ブイブイにいい感じですか。いやいや、すごい元気な人ですから、ね、あの、皆さん元気もらってくださいね。はい、色合い的にもすごい色合いしてるんで、あの、なかなか、あの、真っ赤っかですから。おー、クリスマスっぽいね。緑があったらもうクリスマスやってるけど、真っ赤なんですけど、タイトルがですね、なんとですね、火だるま描いたよ。何やって話なんですけど、100年ぐらい前に、実在した村山描いた画家であり小説家であり詩人であったっていう、あの、なんと22歳で亡くなって夭折した天才画家なんですよ。でこの人を モチーフにというかテーマにして、描かれた現代劇なんですけどね。でこれを描いたのがですね、ピンク四天王というか、ピンク界の巨匠、佐藤久康監督なんですけど、もうめちゃめちゃ元気で。もう会った瞬間から、いや、もう俺10時間ぐらい喋らないとさ、あの、調子出ねえんだよ、あの、10時間喋ってもいいわとか言う。いやいや、いや、30分番組の10分コーナーですから、やめてくださいって。それでも20分喋られたというすごく元気な、佐藤久康監督の、インタビューをさせていただきました。で、まあ、村山海太っていう人がね、もう奇人なんですよ。もうね、あの、自分で顔料とかを採取してきて、自分で絵の具作って自分で色合い出して描いたわけなんですよ。まあまあ、でも当時ね、今みたいに、あの、百貨店行ったら何でも揃ってるとかじゃないから、画材屋さんもそんなどっかにあるわけでもないんでね、自分でやっぱり色を作らなあかんというところもあったからということもあるんでしょうけども、あの、独特の色彩と独特の画風で、しかも小説も書いて詩も書いて、おそらくその日本でああいう、その、なんていうか、怪奇小説みたいなですね、を書いたのはこの人が最初じゃないか。で、めちゃめちゃ頭いい。エドガー・アラン・ポーって、エドガー・アラン・ポーの元になったね、あの、アメリカの小説家の小説をなんと翻訳自分でやってとかやってたらしい。で、それを元にしてまた自分が書いてたとかするみたいな。めちゃめちゃ頭いいねんけど、あの、なんかほとんど裸みたいな格好で目につけておったりとか、いろいろ、あの、気候が目立つ人で、はい、まあ、どんな人なのかということも含めて、インタビューをしておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ということで今日は、このプレゼンありかなしかスタート。神よ、私は死を恐れません。19歳の時に描いたこの絵を見た時、22年間の熱量を探りたいと思ったの。死に急いでいるような奇妙な感覚から出る圧倒的な力が聞こえるんだ。まだ過去からの声は響いてくるか。
たの悪魔の下になれるのは私。それでは、今日はですね、映画火だるま描いたよの監督でいらっしゃいます、佐藤久康監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、監督ですね、まずはですね、この作品がどういう作品なのか、簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、まあテーマである村山描いたって言いましてね、はい、もう100年ほど前にもう亡くなっちゃってるんですけど、はい、22歳5ヶ月ということで、はい、それで、まあ、今回、まあ、この映画やろうと思ったっていうきっかけが、はい、まあ、14年前に村山描いた没後90年っていう、まあ、展覧会がありましてね、そこで威張りする羅生、はい、いわゆる小便構造ですよね、はい、それを、まあ、直に見た時に、まあ、ある衝撃を受けたんです。でその前から村山描いたっていう絵も含めてそうなんだけど、うん、怪奇小説、まあ、映画でも取り上げてる悪魔の下というね、はい、いわゆるカニマリズム小説なんだけど、はい、まあ、人肉食ですよね、はい、まあ、それっていうのは江戸川乱歩いわく日本で初めてカニマリズム小説だと言われた作品なんだけど、はい、ですよ、はいはい、でまあそういった形でもう前から何か映画にしたいなっていうのがあって、それで「威張りする羅生」をまあ直に見た時にですね、うん、これは映画にもう自分がやんなければダメだと、うん、ただ漠然とした感じだったんですよ、うんうん、どういうふうに映画にすればいいのかって自分の中でもまだね、はい、分からなかったんですよね、はい、まあコロナ禍になって、はい、悪夢を見たんですわ。でその中に威張りする羅生がなぜか浮かんパッとこう来たんですよね。おお、はい、佐藤、俺をいつ映画化するんだよみたいな、なんかこう声が聞こえたわけですよ。おお、はい、それはまあ現状かもわからんが、村山描いたっていう、まあ、さっき言ったように22歳5ヶ月で亡くなったっていう、はい、ちょうどスペイン風邪って流行ってて、村山描いたっていうのはそれで、ね、まあ、併発して亡くなったんですよ、はいはい、でちょうど今のご時世とそうですよ、ね、ダブル部分があってね、はい、コロナ禍のようなそう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 、ね、はい、もう表現っていうかもう絵描き村山描いたっていうのがそのもう死ぬ間際までね、うんうん、部屋の壁中にこう落書きみたいなものをして、はい、サンが酒の湯を飲んで、まあまあ、死に対する恐怖があったと思うんだけど、はいはい、のたれ死んでしまったと、はい、実際ダブってる部分もあるし今こそだから村山描いたものをやんなければダメだと自分自身で思い込んだわけですよ、はいはいはい、それで去年のちょうどね頭ぐらいに東京の方でラストショーって言ってピンク四天王の作品を、はい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 、まあ昔の作品と今につながる眼球の夢とかやったんだけど、はいはいはい、そこで夢野史郎さんって眼球の夢の脚本家とも同じなんだけど、はいはい、その村山描いたちょっとやりたいんですけどって話を振ったら、はい、ああ村山描いた面白いんじゃないと、そしたらいや展覧会も行ってるしと、そしたら同じ展覧会も行ってたんですよ。なるほどなるほど。そこで、はい、じゃあちょっとプロットストーリー書いてくださいと、だから実際動き出したのはそこからなんですよね。そうなんですか。うん、して実は今回スタンスカンパニー眼球の夢でも制作関わってくれてるんだけど、はい、もう彼とは自主映画世代時代から知ってる仲間でね、はいはい、で村山描いたやりたいやりたいっていうのはそのもう5、6年前からずっと言って、いやいやいや、で彼もあ村山描いた面白いんじゃないっていうことで、うん、ただ俺自身の中でほらなかなか進まなかったんだけど、はいはい、だから本当に動き出したっていうのは去年の頭ですよね。そうなんですか、うん、はい、でまあそこからシナリオを描いたんだし、いざシナリオがあったらね、はい、予算これ1億以上か飛び降りだったら10億かみたいなさなんかそういう脚本が出来上がってきて、これなんか一昔前だと大変ですよねこの作品で、うん、そう、ね、だからまあ前から夢野さんっていうのもピンク時代から脚本何本か書いてもらってる人でね、はいはい、俺あんまり予算のことを脚本の中に持ち込みたくないっていうタイプなんですよ。い流れの中で書いてくれと、はい、あとはかかるやつっていうのは排除しておいて、はいはいはい、テーマに沿ったものだけを抽出していくっていうのかな、はいはい、映像化していくっていうか、はい、だからそういった方法論で、まあ、本作りを、はい、まあ、始めたっていうことなんですよね、はいはいはい、最初のできたやつっていうのは、はいはい、ちょっとね劇画っぽい、だこの表現だったら劇画のがある程度アニメというか、はいはいはい、できるんじゃない
っていうのがあったの、感じ俺の中では。で、実際その村山海太の映画の中においてもそうなんだけど、はい、あの詩とか、はい、で実際の絵とかで原画を、はい、あの各地方に散らばっている美術館等にね、はい、ご協力を願って、はい、ちょっと映画の中で村山海太自身をちょっと知ってもらいたいっていうのが思いとしてあったの、はい、でもちろん村山海太っていうのは絵も小説も天才なんだけど、はい、キャラクターというかな、はい、まあ、愛知の岡崎生まれと言われてるんだけど、もう4歳から18歳まであの京都在住だったんですよ。で、もうその頃から今でいうところの問題児で天才だったんです。あの学校の成績が良くて、詩とかもうあの海外もの江戸川乱歩とかね、もう翻訳したり、翻訳もですね、自分で調べて。ただ授業中に前の生徒の背中にあの落書きとか絵を描いたりとかね、なんか裸に近い形で変な仮面かぶって猿踊りみたいなものをしたりとか、無有描写のごとくどっか行っちゃったみたいな形でね。で、今のご時世だとそういったあれっていうのは 何かしらの病名をつけられてさ、今のいわゆるこの予感されたさ、なんかなんていうか表現自体もこう自主規制されてるような世に対してアンチテーゼとして村山描いたもの、決して伝記とかそういう形ではなくして、自分なりに噛み砕いた形でそのキャラクターとか詩とか絵とかのをこう詰め込んだ形でさ、凝縮したような形で今の世に問えたら面白いんではないかなという。なるほどなるほど。面白いんではないかなっていうか、ちょっと挑発っていうんだよ、お前らどう思うんだよみたいなさ、なんかそんな気持ちからですよね。だから、うん、あの実はこの作品は別に村山海斗は出てこずに、まあ、出てこずにというか、うん、まあ、出てはくるんだけれども、うん、まあ、作品であったり、うん、あるいは声であったり、いろんな形で、うん、あの出てくるんですけども、うん、あの実際その主人公というか、うん、描かれてる人たちは実は現代の若者なんですよね、うん、まあ、あの唯一あの佐野史郎さんだけがジジイですけど、うん、そうそうそう、それ以外はジジイ、うん、いやいや彼らの年齢からすればそういう年齢になるだろうということなんですけど、うん、あの年齢的にっていうとあのほとんど若い人たちがメインで出ていて、うんうん、で彼らがどう村山海太を捉えてるかっていうところを描いてるっていうところが、うん、僕は面白い、うん、あの仕組みになってるんじゃないかなと思ったんですけど。だから現場的にもね、俺はまあ一つの勝負どころっていうんだけど、あのパフォーマンスする場面が 3,4 箇所、はいはい、あの村山海太の詩に乗ってこう、はい、パフォーマンスやりましたね、はいはいはい、やるんだけど、はい、あそこの場面っていうのは本質とは外れてるようで、うん、非常にこう肉付けする部分で勝負どころだと思ったわけ、うんうんうん、なるほど。でリハーサルだとほらリハーサル室でさやるんだ、大まかな動きとキャメラの大体こう動きっていうのを自分なりで把握してやる、はい、ただ現場っていうのは初めて、はい、あのいわゆる樹海のね、はい、青木原の樹海でやったりとか、はい、あの廃工場でやったりとか、はい、場で行くとやっぱり動き一体なりってやっぱり違ってくる、うん、でそれ役者というのはだから頭でかちではダメだっていうのは、その場に行ったらその感性で自分持ってる感性で空気感でもって踊る、だから見せるというか表現するっていう、はいはい、それは非常にね自分自身では満足してる、面白かった、うんうん、あの撮ってて面白かった、うんうんうん、という、まあ、見どころがねたくさんある火だるま描いたのなんですけれども、はい、そろそろお時間が来ましたので、もう時間なの？もうとっくに過ぎておりますので、あと10時間しゃべるのなんて冗談なんだけど、はい、はい、そろそろですね、あの見てらっしゃる方に、一言メッセージをお願いしたいと思います。まあなんて言いましょうかね、このまあ、コロナのせいもあるんだけど、なんていうかこの協調性というか、なんていうかなんか自己規制っていうかね、自分の表現してること自体もなんか自主規制してしまってるんではないかなというふうに、じゃあ自分自身も含めてそう思うんだけど、はい、まあ、この映画というのはこれに対するアンチテーゼでもあるんですよね。役者、まあ、これをさっき言ったオーディションっていうのは表現者っていうんだけど、映画以外でもそういった役者以外でも生きるということはやっぱり生きること自体の表現ということもあるわけで、今後ね、なんかどういうふうに生きてるのかっていう、まあ自分自身の問いかけもあるんだけど、普通の映画ではありません、はっきり言って、うん、でストーリーがどうもこうのというよりも、映画っていうのは俺見て感じるものだと思うんで、人によってまあそれぞれの捉え方あるとは思うんで、でもおそらく何かしら心に突き刺さる映画だと思いますんで、うん、皆さんそれぞれ感じていただきたいと思います。はい、
はい、こんな感じでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっと喋り足りないんであれなんですけど、あとは映画見て感じていただけたらっていうのが本当正直です。いや、そうですね、作り手としては、はい、はいはい、十分見たら何かを感じられる作品だと思います、はいはい、ので、まあ、たくさんの方に ね、 そうですね、ご覧いただきたいなと思っております。そうですね、まあ、これまた、第7芸術劇場ですね、はいはい、で、やっておりますので、ぜひ皆さん、ご覧いただきたいと思います、はい、ということで今日はですね、映画火だるま描いたよの監督でいらっしゃいます、佐藤久康監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい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 、はい、まあ元気でしょう、うん、めちゃめちゃ元気な64歳、64歳で、会うなり いきなり言われたのが、俺4歳だからさ俺4歳だからさ、あの還暦でね一周回ってきたから、うん、60年チャラにして4歳ってことねみたいな、俺4歳だからさとかっていうのを、連発してましたね、はい、すごい元気な、はい、監督でございました。はい、まあ、あの村山海太ってね、やっぱね、画風も独特だし、まあ、書いてる小説とか詩の内容も、まあ、なんか悪魔的であったりとかいろいろね、いや現代からしたら、あ、大正時代にこんなの書いてたのみたいな、うん、明治生まれの人でこんなの書くんだみたいなぐらい、現代的でもある、うん、意味わからんぐらいそのぶっ飛んでるんですけど、うん、でもそういう意味では評価されておかしくないんだろうな。でもそれ22歳でやってるっていうね、うん、20歳前後でそれを書いちゃってるっていうところもすごいなと思うんですけどね、うん、まあ、それをこうモチーフにして現代の役者さんたちが、うん、いろいろと描き出してるんですよね、うん、はいはい、まあ一応セックスシーン一応ね、多分あれセックスシーンなんですけど、あんまりね見てやらしくないです、うん、うん、演出がどぎつすぎて全くそっちに目がいかないぐらいな感じなんで、はい、すごく、なんだろうな、熱の塊みたいな作品ですね、はい、ぜひ、ご覧になっていただきたいなと思うんですが、はい、では、丸川バツカでいきたいと思います。はい、このプレゼンありかなしか判定。おい、勢いよく、どんな感じでした？インタビューあれですけど、うん、まあまあ、その、まあ、作品をちょっとまあ見てないんで、そうですよね、うんうんうん、その、まあ、生きた感じというか、うん、なんかその表現方法が、ね、なんか面白そうやなありますね。なんかまあ1分半ほどの予告編も一緒に見てもらいましたけど、うん、もうちょっとあそこまでパンパン変わりはしないんで、うん、もうちょっと落ち着いたら見れるんですけど、でも何やろ、その64歳の監督が作ったとは思えない若々しさはありますね、うん、逆に言うと、うんうん、で、まあ、低予算で作られてるとはいえ映像的にはすごく面白い映像になってるので、逆に僕らそのまあね、監督からしたら一世代二世代下の世代になりますけど、うん、僕らがもっと頑張らなあかんなって思わされた作品だったりとかするんで、いろんな意味で見てほしいなと思いますね、はいはい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。ちょうどね、12月23日今日から、はい、東京ではケーズシネマでやるんですよ、うん、はい、で、大阪では第7芸術劇場で1月6日から、はい、上映がございます。そして、京都ではアップリンク京都で、1月19日からですね、上映という形になっておりますので、うん、ぜひ関西の方もね、年明けたらもういきなり正月からこの作品かよって思うぐらいなかなかパンチの効いた作品ですから、うん、まあなんか正月ボケにパンチ受けるぐらいの感じで、見ていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、ということで今日は火だるま描いたよの佐藤久康監督のインタビューでございました。ありがとうございました。はい、それでは次、あゆみ。はい、佐藤です。
はい、本日やっております、うん、石北ショパン、はい、竹本芳乃監督が石北ショパンですね、うん、上演しておりますので、ぜひぜひ皆様お越しください。でもね、今日23日は、うん、大会でアフタートークあるんですが、23日だけがないんですよ。あ、なるほど、はいはい、だけど、うん、24、25、クリスマスイブとクリスマスイブが、うんうん、登壇もございますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、料金が1500円プラスワンオーダー制となっております。よろしくお願いいたします、はいはい、そしてもう来年の話になるかな、うん、あ、27、28がうちね、バー営業をさせてくれ、まあ、28日までが営業してるんですけど、27、28、バー営業をしていて、はい、その中で、うん、まあ、開放してますので、うん、忘年会的な、はいはい、皆様来ていただいて、うん、まあ、少し、ね、お料理もご準備しておりますので、はい、うん、皆様来てもらって、まあ、参加費1000円、今はドリンクはキャッシュオンでご購入していただいてという形にはなりますが、うん、はい、ぜひぜひ皆さんね、まあ、リアルで忘年会しておりますので、ね、まあ、うん、差し入れ大歓迎です、はい、皆さんに食べてねって言って持ってきてもらっても全然 OK です、うん、はい、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はい、まあ、終わりはまあ終電がない、ね、時間までぐらいに皆様ね、出入りしてもらったらいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。します、はい、そして29日からはマテリアルお休みとなります、はい、で1月の5日から5日までお休みに、4日までお休みで5日から営業開始となっております、はい、はい、よろしくお願いいたします。そして、はい、5日からですね、5日から上映開始しますので、ね、はい、営業開始からも、うん、上映の開始になります、はい、はい、5日から8日にかけまして、はい、活動夜会プレゼンツでカバーを筆頭に、うん、作品、4作品の上映がございます。はい、はい、はい、川本貴博監督のカバー、うん、武田和明監督の絆を打と無限の一歩、はい、武田智和監督の武田の武がちゃうんですよ、武が違う、はいはい武田智和監督の南京引き裂かれた記憶、うん、はい、で庄司敦監督の片袖の魚、はい、こちら4作品の上映、それぞれね、またスケジュールの方は、マテリアルのサイトの方をご覧ください、はい、お願いします、はい、そしてね、辻翔くんの立体感キルパフォーマンスも、その中に含まれておりますので、はい、ぜひぜひ皆様、4日間5、6、7、8と、お越しくださいませ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、まあ、ラインナップね、結構あるんで、うん、ちょっとずつ紹介させていただきます。はい、1月10日から、はい、マンスリーで半年間上映させていただきます。はい、ライフワークオブアキラ黒沢を、はい、ドキュメンタリー映画ですね。こちらをマンスリーで半年間上映させていただきます。はい、第2水曜日の19時30分スタートになりますので、うん、ぜひぜひ皆様お越しください。はい、料金1500円プラスワンオーダー制となっておりますので、はい、ぜひぜひご覧いただきたいのでよろしくお願いいたします。はい、はい、そして来年1月から始まります、うん、マテリアルショートムービータイムのラインナップが決まりました。うん、はい、はい、決まりました、はい、まあね、周りのとこ集まった今のとこ集まってます、うんうんうん、そうですね、まだまだどんどん増えます、はい、はい、とりあえず今 7項目ですね、はい、7部門あります。はい、うん、難波のぞむ監督の音姫、うん、大橋貴之監督の押し入れ女の幸福、うん、そしてもう一つ 大橋貴之監督の幸せの形、うん、はい、そして野本小杉監督の私がパンツをあげたならと私が発芽する日、こちら2本セットです。見てください、ぜひ。そして野本小杉監督の初めての海と私は渦の底から、こちらも2本セットになります。そして日浦昭弘監督の僕たちのフライミーツーザムーンと大きな木になりたい、こちら2作品です、はいはいはい、そして最新作のカモールです、はいはい、の、7つですね、7項目、はい、7項目で、そうです、作品はね2つとかあったりするので、はい、はい、という形になっております。はい、1月が11日木曜日、17日水曜日、18日木曜日、19日金曜日、22日月曜日、29日月曜日、1月31日の水曜日で今のところ、しますので、はい、ぜひまたね、組み合わせお時間の方はサイトの方をご確認ください、うん、よろしくお願いいたします、はい、は
はい、そしてですね、はい、1月の12、13、14、15で、うん、ワルキーリー、ワルキトシ、沖縄戦の図全14部の上演になります、はいはい、ぜひぜひこちらね、ドキュメンタリー映画なんですが、はい、見てほしい作品となっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。日本人なら絶対見ていただきたいですね、うん、はい、はい、料金1500円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひお越しくださいませ。はい、はい、今のところ以上かな、はい、はい、ってな感じでございます。はい、はい、はい、盛りだくさんでしたが、はい、はい、じゃあいきますよ、はい、今日のグッチョイ。今日のグッチョイは、はい、ショートムービータイムの中から、はい、うん、グッチョイさせていただきます、はいはい、大橋貴之監督の押し入れ女の子、はい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 、あらすじいきますね、うん、とある和室の押し入れに暮らし、人類誕生の瞬間から人間たちを見守ってきた押し入れ女、彼女に食事を届ける役割を父から受け継いだ男は、はい、決して話しかけてはいけない、うん、というルールを破り女に話しかけてしまうが、うん、日常な些細な出来事を聞いてもらうことの幸せと、その日常の積み重ねが人類の歴史であるというテーマを SF 的な思想で描いたという作品になります。はい、はい、そうですね、大橋監督ね、遠い雷鳴もそうですし、はい、僕が最初に見たのは桜になるだったんですけども、人間が桜になるっていうね、はい、奇病を発症してしまうという、うん、世界で、まさにまるで今みたいな現代みたいな、そうなんですね、コロナ禍の現代みたいな、うん、でもね、コロナなんか全く入る前、だいぶずっと前に、うん、もうその作品作ってるんですよね、うん、だから防護服、白い防護服着て、うん、その発症した人にね、うん、どうですかみたいなのをやったりとかするのをやってる人たちっていうのが、もう今見るとって思う、なんか分かってたのみたいな、そんなぐらいの作品の桜になるから始まりなんですけど、本当にこう SF チックというか、そのなんていうんですかね、今の現代にちょっと面白い設定をなんか差し込むみたいな、なんかそういう視点がね、大橋監督面白いと思いますよね。トイライメンも、もし地球に隕石が落ちてきて地球が破滅するという、社会の中だったらどういうふうに人間に生きるのかな。だから昔なんか子供の頃とかによくなんか幻想した感じを実際に映画化されてる感じがする。なるほどなるほど。なんかここに誰か人おって、こういう人、なんか守り神みたいな人おったらどうしようとかっていうのとか、隕石落ちてきたらどうしようとかっていう、こう考えが本当にこう実際に絵にしてるっていうのが、大橋貴之監督もね、はい、作品の、なるほど、確かにそういうモチーフを使ってはりますよね。うん、そうですよね、はい、だから今回はそれが押し入れ女っていう、うん、人類をずっと見守ってきた人。はい。押し入れの中でしか人類が生まれた時まだ押し入れないで。どうやって見守ってたの？ね、押し入れの中でね。押し入れってね、建物を建ててからや。うん、ね。古代文化に押し入れはないからとかいうことを、そういうのがあったのかもしれない。いやっていうか、そういうのを言うのが大人なんだよね。わかる？わかる？それが大人やん、うん、でも子供の時はさ、そんな関係ないよね。でそれがそのまんまその設定として描かれてるっていうところが、うん、大橋監督の面白いところ、うん、ま, だまだ僕は見てないよ。誰見てるんですよね、はい、うん、14年の作品です。もう10年近く前ですよね。そうですね、だからね、10年、はいはい、うん、もうでも来やんの来年、9年前ですね。10年前だ、はい、はい、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということで、エンディングでございます。はい、
皆さん、あの明日からクリスマスですからね、今日はまだイブイブなんですけど、まあちょっと気持ちだけね、帽子だけにしてますけど、3年連続これ買ってんの、そうそうそう、3年前に見つけてこれいいなと思って、クリスマス用に買ってそのまま使い回してます、はい、ということなんですが、もうでもね、言うて今日が実はですね186回目なんですよ、はい、もうちょっとで200でございます、はい、200超えるみたいなところがね、どうなるかっていうところがまた楽しみなんでございますが、はい、また来年もですね、マテリアルどんどんいろんな作品が出てきてますからね、そうですね、はい、もうこのショートムービータイムとかすごい楽しみですよね、はい、なかなか映画館じゃ見れないんでね、本当に短いやつってなかなか、そうやってないから、うん、それをずっとやってる場所ってなかなかないんで、はい、また、そういう作品がねと出会える場所になってきますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思ってます、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います、皆さんメリークリスマス、はい、メリークリスマス、はい、ということで今日は皆さんありがとうございました、メリークリスマス。